今日はイエスプリキュア5、55に出てくるプリキュアたちの塗り絵を塗り塗りしちゃうよ。イエスプリキュア5、55の塗り絵スタート。キュアドリーム、キュアアクア、キュアミントにミルキーローズの塗り絵があるね。まずはキュアドリームの塗り絵を塗り塗りしていくよ。お髪の色はピンク色を、お洋服の襟の部分も同じ色でぬりぬり。ここもぬりぬりしていくよ。蝶々もぬりぬりして、頭のバラの部分は薄いピンク色でぬりぬり。お洋服もピンク色でぬりぬりしていくよ。あ、ここは違うから消しゴムで消し消し。こんな感じだね。頭のリボンは黄色、蝶々のこの部分も黄色で塗って、ここはちょっと濃いめの黄色で塗って、真ん中は緑色で塗り塗り。お耳はお髪よりも少し濃いめのピンクで塗って、お目目もちょっと濃いめのピンクで塗り塗りしていくよ。あ、塗れてないね。よし、あとはお顔の色を塗り塗り。お手手はここがお手手かな。ここはお手手じゃなさそうだね。この部分がお手手だね。で、腕の部分がピンクで、ここも薄いピンクで塗って、あとは背景を何色にしようかな。やっぱりピンクかな。あ、かわいい。もうちょっと薄いピンクの方がいいかな。あ、この方がお髪の色がはっきり見えていいかもね。綺麗に見せるっていうボタンがあるよ。これ一体何だろう。押してみるよ。わあ、かっこいい。一気にアニメっぽくなった。よし、これで出来上がり。キュアドリームの塗り絵完成。おめでとう。うわー、かわいい。キュアレモネードも出てきたね。次は誰を塗ろうかな。キュアアクア、ぬりぬりしてみよっと。キュアアクアのお髪は海の底みたいに深く澄んだ青色。キリッとした眉毛がかっこいいよね。お目目も濃い青色でぬりぬりしていくよ。襟元はこんな感じのブルー。お洋服は薄いブルーでぬりぬり。ここもブルーでぬりぬりして、こっちはこんな感じの薄いブルーでぬりぬり。この部分も薄いブルーでぬりぬり。ここは濃いブルーでぬりぬりして、お鼻はピンク色。お耳もブルーでぬりぬりするよ。この色がいいかな。そしてお顔の色もぬり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 。あー、かわいい。これお耳かな。うん、こんな感じでいいかな。あとは背景をブルーで塗って、綺麗に見せるボタンを押すと、あ、かっこいい。ここにキュアアクアが浮かび上がった。キュアアクアの完成だよ。おめでとう。次はキュアミントを塗ってみよう。キュアミントのお髪は緑色だよね。こんな感じの濃いめの緑色で塗りして、お目目も、あ、ちょっと違うとこ塗っちゃった。ちょっと難しいね。あー、またちゃんとカーソル合わせて塗らないと。あー、こっちに塗っちゃう。あー、お顔が。一旦全部塗って、
チゴムで消していく作戦にしよう。そうすれば、あ、うまくいった、うまくいった。こっちはうまく塗れるかな？あ、また。あ、また。こっちじゃあ消しゴム消し消し作戦で。うん、いい感じ。リボンのこの部分もグリーンで、それから、ここもグリーン。襟もグリーンで、お洋服のこの部分は薄い緑色。ここも薄い緑色で塗り塗りして、ここは黄色と緑の間ぐらいの色で、塗り塗り。ここも塗り塗りして、ここは黄色。真ん中は赤色。お花はピンク。お髪から出ているこのアクセサリーも緑。お洋服ここに塗り忘れちゃってたね。よいしょ。塗り塗りして。ああ、背景が塗れちゃった。背景緑でもいいけど、もうちょっと濃いめの緑がいいかな。あ、この色いいね。そしてお顔がまだ塗ってないので、お顔とお耳を塗り塗りして、あ、この部分も塗り忘れ発見。ちゃんと綺麗に塗り塗りしよっと。あ、お髪にカーソルがいっちゃったかな。できたできた。お髪の色ちょっと変わっちゃったね。この色かな。うん。そして綺麗に見せるボタンを押すと、うわー、極みんとか浮かび上がってきたよ。かっこいい。もうちょっと違う色の方がはっきり浮かび上がるかな。あ、この色の方がくっきり浮かび上がった。極みんと完成。かわいい。最後はミルキーローズの塗り絵を塗り塗りしていくよ。ミルキーローズって妖精のミルクなんだよね。あんなに可愛い妖精がこんなにかっこよく変身するなんてびっくり。眉毛も塗り塗りして。髪飾りは青に、ここは黄色。ここのお花も青で、周りは薄い青。とっても綺麗。かわいい。ここはこの色で、ぬりぬり。ここもぬりぬり。お髪の毛は、ちょっとこんな色で。紫とは少しだけ違う色でぬりぬりして。ここは青。それからお洋服も、この部分は紫で塗って、お洋服全体は薄めのこんな色でぬりぬりしていくよ。あとはお顔の色を塗って、お手手を塗って、よいしょよいしょ。背景は、紫がいいよね。で、影をつければ。わあ、かっこいい。ミルキーローズかっこよくなるため、完成おめでとう。みんなは、イエスプリキュア5、ゴーゴー。今日塗ったプリキュアの中で、誰が一番好きだったかな？一番初めに塗ったキュアドリームが一番好きっていう人は、コメント欄に1って書いて教えてね。2番目に塗ったキュアアクアが好きっていう人はコメント欄に2番って書いて教えてね。3番目にぬりぬりしたキュアミントが好きっていう人はコメント欄に3番って書いて教えてね。一番最後4番目に塗ったミルキーローズが一番好きっていう人はコメント欄に4番って書いて教えてね。みんなのコメントお待ちしてるよ。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。
ティからのお願いミニ。遊ぶ M の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいミニ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すミニよ。そうすると遊ぶ M の楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶ M の動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると遊ぶ M の他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも遊ぶ M よろしくメリ。